どうも、パテモサキ若井です。さあ、今日は、逆光すごいな。親子丼ちゃうわ、卵丼ですけども、卵丼なんですけども、豚になる卵丼です。でもうまい。カロリーは結構高くなるかもしれませんけどね。でもうまい。というね、豚卵丼を作りたいと思います。というわけで、レッツクッキング。よし。そしたら、お湯を沸かして、ここに、まあこの、つゆだくじゃない人が好きな人、俺もあんまつゆだく好きじゃないんやけど、まあこれぐらいで、酒、ね。みりん。で、醤油を入れる代わりに、私は、あれ？あった。めんつゆね、めんつゆちょっと多めプラス白だしですね。あとプラス煮立たせすぎお砂糖ちょっと入れます。これちょっと煮立たせますね。でまあ、ちょっと味が薄かったら醤油でも出してください。はい。でまあ沸騰してきてましたら、まあスライス玉ねぎ、ネギ、水菜の菊、あの水菜の茎の方、こちらを入れてね、まあ体に悪いご飯があるんで、この辺でちょっと健康そうなふりをします。健康的な、ちょっとでも健康的な雰囲気にします。はい、じゃあちょっとこう腐ってきました。水菜の葉っぱの方も入れ、もうすぐ完成ですよ。ちょっとね、あれやな、ちょっとあれやな、汁が少ないな、汁が少なくなってきて、ちょっと水足しましょう。うん、切って煮詰めすぎたな。豆乳たちもっちゃい、まあ、ヘルシーでしょ。まあちょっとね、味はね、甘辛い系でいいです。ちょっと濃いめでもいいぐらい、うん、さあ、粉詰めたら体に悪いもの入れます。こちらでございます。デブの友達天かすです。結構なサイズ。この天かすを入れます。こんな感じですね。まあ、もうちょっと入れてもいいかな、豚やから、うん、はい、そしてですね、これはちょっとふにゃっとなりかけたなという時にちょっと火を上げ、ここに卵をじわっと、順じわっとやります。軽くスクランブルして、ちょっと軽くスクランブルして、火を弱火にし、蓋をして1分かな。うん、お、出た、いいぐらいちゃうか、ちょうど。よし、加熱が終わったら、ほら、いい感じ。うまく入るかな。どうやろな。ちょっと、あ、やばい系やな。まあだけど、うまく入れる必要なんかないんでね。うん。ライス。よし、ライスの上に、鍋の底にご飯つかないようにしつつ、まあかけりゃいいよ、こんなのかかってりゃいいんだよ。卵はね、3個分でございますね。贅沢に3個使っております。よし、これやばいよ。
うまいけど。よし、ちょっと整えて。うん、いいんじゃないの。というわけで完成でございます。やばいなこれ。はい、というわけでできました。ピントあえ、こんな感じの見た目はヘルシー、中身は高カロリーな親子丼でございます。親子丼、卵丼でございます。まあ要は天とじ丼の中、天ぷらの中身がないわけですね。というわけでいただきます。こういうのがだけどうまいよね。うん、あー、トロトロや。うん、うまい。うん、このエビ玉にしてん、エビ天、エビ天がかすんだけど、このトロトロになっただし含んだ天かすやばいな。うん、味的にはちょっと醤油ベースとか天つゆベースのちょっとね、うん、甘辛い感じにするといいと思います。うん、うまい。まあね、要はね、あれですよ、天とじ丼食いたいけど天ぷらないときはこれでいいんですか。うん、うまい。私ね、汁高ますぎじゃないんでね、これぐらいがちょうどいい。うん、まあご飯も炊きたてやから、うん、熱々ですわ。極力だから天かすを入れちゃおうからね。うん、ヘルシーさを増すために野菜は極力入れる方がいいと思います。うん、まあ天ぷらにはなってないけど炊き上げ的なね、うん、炊き上げ食べてんねと思わすためにね。うん、うん、というわけで、まあ煮き飯ちょっと取りたいんで、今日はじゃないね、この料理動画はここで終わりたいと思います。まあめっちゃうまいし簡単なんでね、ぜひともやってみてください。まてます教会でした。うま、ん、い、まあ、あのね、うちに天かすの使用量多いんですよ。要はうどんとかも食べるしさ、うどんに天かすとか天ぷらないと嫌やから、家でする場合ね、うん、でもいいやね。結構天かすはあんな絶対ヒロテンカス、この間初めて業務スーパーになって400円ぐらいだな。うん、まあ正直そうやな。うん、うん、あ、下手したら天ぷらにも結構これもついとくから伝統地丼と変わらんぐらいのカロリーかもしれませんね、これね。うん。